こんにちは。株式会社 RE経営 の島田です。今回のですね、動画はマス監査で職員もブランド化、ブランディング化、ある会計事務所の取り組みということですね。まあこれね、その所長だけじゃなくて職員さんも本を出したんですね、一緒に。で、こういうことをすることによって能力ある職員さんにもつながりやすいという話です。もう2024年、まあもう今5月ですけども、この上半期はですね、私にとっても非常に初めての体験です。なぜならば3冊の本がほぼ同時に出版されるからなんですね。1冊目は3月に本格的経営伴走支援 KPI 監査の実務と事例という本が出版されました。これはバランススコアカードの研究者である日本大学の藤野教授はじめ、青森の和歌山経営の和歌山先生、他の税理士さんとですね、協調を組んで、まあ、KPI 監査のスタートになったんですね。スウォット分析と KPI 監査は私が、まあ、ノウハウを中心で、私も事例を出しました。で、2冊目がこれも3月末に出ました。クロススウォット分析を活用した根拠ある経営計画書事例集2と、ね、でこの出版セミナーも3月に行いました。で、4月には大阪のMGS 税理士法人とのコラボで、私が進めてきた4つのノウハウを実践した結果ですね、その会計事務所の指導事例集がケーススタディとして本が出されました。中期経営戦略の教科書というタイトルですけどね。まあ1年間ノウハウの指導とか、それから公開コンサルティングで実際現場の指導する場面を職員さんに見せてね、本書として私は監修として参加したんですね。で、まあ、このね、会計事務所の取り組みが面白いんで、ちょっとご紹介していきます。ね、まずね、1番目、事務所のマス監査のノウハウをマニュアル化したということですね。もともとこの税理士法人は、所長をはじめ、マス監査の取り組みを積極的に行っている事務所ですね。所長である松本代表税理士は、2020年に、ね、私のマスターコースに入って、一度、スウォット分析を活用した根拠ある経営計画書、事例書1というので、1年間訓練を受けて、強調したメンバーでもあるんです。で、会計事務所をですね、まあ、今後の在り方を考えるときにマス監査のレベルアップをミッションとされてるんですね、この先生は。で、マス監査のノウハウの体系化、マニュアル化は必然的な行動だったわけです。そこで私から4つのノウハウを MGS 税理士法人で学習してもらって、そしてさらにその指導事例を精鋭4名の方にですね、実際に顧問先で行ってもらって、その行ったドキュメントを出版するという流れを作りました。まあ、当然第一のノウハウはやはりクロスウォット分析ですね。これは、まあ何社もね、経験がある松本代表が担当している顧問先で実施しました。これあるうどん店チェーンのですね、スウォット分析を松本代表自ら行って、その成果としての積極戦略を出して、そしてその積極戦略をすでにこのうどん店チェーンのね、うどん店チェーンの社長はもうすでにもう即実践して、もう成果をね、上げられたわけですね。第2のノウハウは根拠ある経営計画書と、まあ、これは当然スウォット分析を使わなくてもできる根拠ある経営計画書というフレームを使ったんですね。で、これはある店舗設計施工の業者、ね、顧問先に対して職員さんが実際指導した結果を、ね、出しました。中期経営結果から前期反省、具体策連動の収支計画、それからアクションプランまでを非常にシンプルにまとめて、まあ、非常にこの経営者も喜んでおられました。第3のノウハウは KPI 監査。これは私の著書、ね、KPI 監査の実務、じゃ事例集、実務の事例という、まあ、あれがベースになってますけども、これを担当職員がオリジナルの KPI 監査ノウハウとしてカスタマイズしてもらいました。今回、この時使ったのは、ボトルネックから KSF、キーサクセスファクターですね。これを導き出すという方法でした。ある鉄鋼加工業の顧問先の実際を指導した事例を書いてもらいました。で、最後は、非財産相続承継の見えるかと、まあ、これは担当した方はですね、職員税理士の方で、この方は2023年ですね、一緒に共著で事業承継の見える化事例集を書いてきたメンバーだったんですね。で、まあ、彼女も2度目だったんで、非常に、まあ、的を得てました。で、非常にスムーズに、ね、あるリフォーム業のドキュメントを指導されました。このスウォット分析、根拠ある経営計画書、 KPI 監査、非財産相続承継の見えるか、この4つのノウハウを
MGS 電子用品の標準的マス監査として、この先に展開していくということを目標しているんですね。そのためのもう実例を作ったわけです。この事務所精鋭4名がリアル自由の著者にと、先ほど申し上げました通り、この松本代表は2020年に一度一緒に私と本を出しています。で、職員税理士である金川さんという方、これは2022年に事業承継見える化事例集という本を協調で出しています。まあ、松本代表の思いとしては、力のある職員にも協調としてブランディングしてさせたいと、ね、で結局職員がブランディングできれば職員のレベルが上がって、そして当然高単価になっていくわけですね。所長だけが高単価では意味がないと、職員を高単価にして付加価値レベルを上げていきたいわけですから、職員をある程度スターにしたいわけですね。実際に顧問先に価値あるマス監査を提供できるし、職員個人のやる気とかスキルアップ、そして本を出したというね、自己肯定感、これ大きいです。ご自分の本が出た、ご自分の本の名前があって Amazon で検索した名前が出る、 Google で検索しても名前が出る、ね。まあ、一般の会計事務所はね、所長が出版することはあっても、職員にまでそういうブランディングすることって珍しいと思うんですね。まあ、中にはね、職員が自分より目立つことを心よしとしないという方もいらっしゃいますからね。しかし結局職員のブランド価値を上げることで事務所にとっては大きなプラスになるということを、この松本代表はよく知ってるわけです。また彼らに続く次の精鋭も将来自分も本を出せるんだと思えればモチベーションも上がってくるし、当然それは職員の採用にも有利になってきます。まあ、こういう複合的なことを考えての出版だったんですね。で、この1年間どんな訓練をしたのか。で、私どもが1年間毎月行って支援させてもらったんですけども、まあ、この4つのコンサルティングができるというのはね、精鋭といってもそう簡単にはいかない、ね。とにかく講義研修を少ししたら、あとはすぐ実践を経験してもらいました。毎月の研修では自治体の顧問先社長を会議に呼んで、この事務所の会議室で実は私は公開コンサルティングをするわけです。それを見ていただいたし、私が公開コンサルティングできっかけを作って、後その後職員の方にいろいろまとめてもらうというかな、小さいリテールのところを収めてもらったわけですね。で、当然私は全部したわけじゃありません。あくまでもきっかけ導入文を作っただけで、あとは各担当者が全部けじめっていうかな、始末を全部つけたわけですね。まあ、無論その中でも2回3回と顧問先経営者に、私の研修時に事務所に来てもらってですね、職員担当職員が困っている箇所をサポートするということはありました。大事なことはね、理論を教えることは大事ですが、実際の実践現場の肌感覚を経験してもらうことです。私どもが指導しているのは全部そこなんですよね。そしてどんなヒアリングや再質問を深掘りして、どう文字で落とし込んでいくか、このリアリズムを体験してもらうことこそ最大の教育だと思ってます。まあ、毎回、公開コンサルティングが終わるとね、感想をもらいながら各担当が次の研修までの間の、ね、課題を整理しながら、まあ、訪問してやるんでしょうね。まあ、精鋭という私は言ってますけど、この4面という方はですね、暇じゃないんですよ。もともと持ち件数たくさん持って、非常に日常忙しい、その中で研修に時間を取られて、そしてかつ訓練をし、そしてかつ1人40ページ以上の執筆をしたわけですね。当然半端な気持ちはできません。まあ、よくやってくれたと思います。まあ、人の方はね、税理士試験とぶつかってかぶってました、ね、論文提出とかぶったり、もう時間的に非常に厳しい中でやってる、でも本気だったんですね。本気だから私は支援したんですね。で、この、まあ、MGS 電子法人のですね、取り組みは優秀な職員育成の機会づくりになるし、また今後能力のある職員採用に苦しんでいる会計事務所も、こういう形で取り組んで職員をブランド化していくと、職員採用にもプラスになりませんかねという提案になると思いますね。はい。まあ、いうことでですね、この今まではその所長とか一部の人が本を出すということはあっても、職員さんにですね、実際事例を書いてもらって本を出すということはなかなかないケース。でもこの MGS さんは思い切りました。やっぱり本人たちもすごく意識が高まりました。ね、まあ、そういうことが有形無形で事務所にプラスになることはもう言うまでもないということですね。はい、では以上です。